SBS マイホームセンター、すっとん静岡昔話。すっとん静岡昔話の時間がやってまいりました。案内役の八木陽光です。さて、今日は富士市に伝わる富士川の主というお話です。それではどうぞ。それは天正の頃のことでした。徳川家康は娘の一人を三河の国の城主に嫁がせることにしました。江戸城を出立した行列は東海道を西に向かって進みます。その美しい行列を見ようと大勢の人たちが沿道に集まっていました。行列はそれはそれはきらびやかで、姫様は美しいおかごに乗り、大勢の家来に付き添われていました。その家来の中に平松金次郎という者がいました。いよいよ富士川だな。やがて行列は富士川の渡船場へ着きました。今日はいい塩梅に流れが穏やかだ。南無千円大菩薩、南無千円大菩薩、南無千円大菩薩。なんとか無事に姫様を向こうへお渡しさせてくださいまし。よろしくお願いします。富士川の船頭宇吉は富士山に向かって手を合わせました。富士川は音に聞こえた急流です。長年船頭をしている宇吉は富士川の恐ろしさをよく知っていました。船頭、心して頼むぞ。何としても姫様を無事にお渡しするのだ。頼んだぞ。へえ、心得ました。宇吉は力いっぱい岸に竿を当てて船を川中へ押し出しました。船は滑るように岸を離れると富士川の流れに乗りました。この穏やかな流れなら一気に岩淵にお渡しできる。無事についてくれよ。それ水神森の北側の渡船場から船は富士川の本流に乗り出して行きます。ここが一番川幅が狭く、一気に対岸の岩淵の渡船場に船を渡すことができるのです。おっと、これが流れの芯だ。本流の流れに乗ると船はへさきを下手に向けました。宇吉は慎重に竿を刺して船のへさきを上流に向け直しました。竿を川底に突こうとしましたが、ガチッと音をさせて下手に流されてしまいます。すげえ流れだ。船が急流に押し流され、またへさきを下手に向けた時でした。どうした、船が動かにゃ。それどうしたことでしょう。宇吉は竿に渾身の力をかけてつくのですが、船はびくとも動かないのです。船頭、どうした、進んでおらぬではないか。それがどんなに力を入れても動かねえんで。バカな、もっと力を入れてみろ。言われて宇吉は再びやってみるのですが、やはり船はびくとも動きません。そして額に汗していた宇吉の顔色がみるみる真っ青になって、ブルブルと体を震わせ始めました。船頭、おい船頭、どうした。おい船頭。お武家様、この船は富士川の主に見入られました。富士川の主に見入られただと。おい、なんだそれは。ええ、また誰も見たものはありません。ですが確かに主がいるです。その主に見入られた船はどんなに漕いでも竿をついてもピ
くりとも動かなくなってしまうんですよ。1年に2度、いや3度はきっとこんなことがありますんで、無理をすりゃ船ごとひっくり返ってみんな死んじまうですよ、お武家様。宇吉は声を震わせて金次郎の顔を見ました。では一体どうすればよいのだ。へえ、この船に乗っていられるお方の中でどなたが藤川の主に見入られたか分かりませんが、その方が川の中に飛び込めば他の方は助かりますんで。誰がその主に見入られたのだ。さあ、誰が見入られたか分からんでは誰が一体飛び込めばいいのだ。おい、分かる方法がないのか。へえ、見入られたお方を知る方法があります。どうすればよいのだ。へえ、皆さんがそれぞれお持ちのものを何か一つ川に投げ込むんです。もしそれが沈めばその持ち主のお方が主に見入られたお方です。そうか、わかった。ではどなた様もご自分のお持ちのものを何か一つ川に投げてくださりませ。その船に乗っていた者は皆沈まないことを祈りながら震える手で扇子やら懐紙やら軽いものを川に投げ込みました。投げ込まれた者はゆらゆらと川面を漂いながら流れていきます。皆真剣にそれを目で追っています。そして一つも沈むことなくそれらは流れていってしまいました。どうしたことだ、どれも沈まぬではないか。へえ、もうお一人何も投げなかったお方が。皆の顔色が変わりました。そして一斉に姫様を見ました。姫様はお月の侍女に抱かれて身を震わせていらっしゃいます。なんと、姫様が主に見入られたというのか。何としても姫様だけはご無事に三河へお送りせねばならぬ。うろたえ慌てふためく船の上の人々に金次郎は言いました。どなた様もうろたえなさるな。姫様を無事に三河までお送り願う。ではごめん。そういうやいなや金次郎は姫様が羽織っていた紅ちりめんの打ち掛けをさっと奪うと、頭からすっぽりとかむり、そして素早く抜いた太刀を片手に船べりに足をかけ、さらばと叫んで川の中に飛び込みました。その途端、今までびくともしなかった船が滑るように動き始めたのです。やがて川面がゴボゴボと湧いて真っ赤な血の川に変わりました。そして金次郎と大蛇の死骸が浮いてきたのでした。おお、主が。平松金次郎の亡骸は岩淵の清涼寺へ厚く葬られました。すっとん、おしまい。今日の藤川の主いかがだったでしょうか。まあ、この静岡県の中でその東海道と関わる大河川は、まあ、東から藤川、安倍川、大井川、天竜川と、まあ、続くわけです。でこの安倍川と大井川には橋を架けることもですね、また船での、まあ、渡しも江戸時代には禁止されていたわけですね。しかしこの藤川と天竜川には、まあ、橋は架かってはいませんでしたけども、船で渡ることが、まあ、できたわけです。まあ、そういうことで今日のお話は、まあ、江戸時代のお話だったかもしれません。さて、藤川はですね、
この縦流しと呼ぶ上流と下流を結ぶ、まあ、富士川の川筋に沿ってですね、船が動く、そういう、まあ、通船が一つありました。そして横渡しと呼んだんですけども、まあ、今日のお話のような対岸に渡る渡し船が、まあ、あってですね、その両方の船がやってくるのが岩淵という場所だったわけですね。そのためにこの岩淵というところはですね、まあ、港的な様相を呈してまして、大変まあ賑わったんだそうです。さて、しかしそういう川船もですね、実はその江戸時代に徳川家康の命を受けた住之倉良医というこの京都の大富豪がいたわけですが、その人が、資材を投じて富士川のですね、川筋を、まあ、整備しているんですね。というのは、それまでは富士川は富士山の溶岩が流れ込んでおりまして、川底には、目に見えない岩がたくさんあったんだそうです。でそのためにその、川底の岩にぶち当たって、船の底を抜いて沈没してしまうような船も、まあ、多々あったんですね。まあ、ですからこの住之倉良医という人の川の工事がなければなかなか通船もうまくいかなかったということが、まあ、一つあるわけです。しかし一方ではそういう川の底に潜んでる、昔の溶岩のその事故の印象というのがあって、今日のお話のような、まあ、主の、いる川底というものを想像したんではないでしょうか。いかがだったでしょう。それでは皆さん、また来週、さようなら。ただいまの出演は平松金次郎、吉田忠、船頭の宇吉、溝口貴之、ナレーション松永真帆、以上 SBS ラジオ放送劇団、そして音楽杉本蓮太郎、才話脚色八木陽光でした。